でかそうだけどね。またまた。すみません、ポンループと言います。お願いします。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。いや、ちょっと突然なんですけど。全然いいよ。全然気になる。全然いいよね。全然いいって。僕前にコンビニでアルバイトしてたんですけど。あ、だろうね。そういう顔してるもんね。よく見て見て見て。週5で夜勤ってとこ。クレーマー対応って大変だったんですよね。私それ全然思わないわ。価値観たちが家帰ってよ。うるせえな。なんなんだよさっき。なんなの？違う違う違う。クレーマー対応とか正直できなそうだな、あんちゃん。ちょっと待って、失礼なんだけど、何あんた腐ったウーパールーパーみたいな顔してさ。違う違う違う。じゃあいいよ、そんな言うなら。そんな言ってないけど何。俺がクレーマーやるから、うん、コンビニ店員として対応してみせろよ。お茶の子だわ。再生までいる。待って待って、コンビニってこんな暇なことある？ねえ、どうしよう私これ。何やったらいい時間今って。え、おい、どこ見たら何よ。いや、おい、俺はさっきここでな、フランクフルト買ったものだけど。私はね、今朝パン3個食べたもんだけど。聞いてねえよ。全部揚げパンね。もたれそうだね。知らねえよ、何の話だよ。違う違う、フランクフルト買ったらケチャップがついてなかったぞ。どういうことだよ。はぁ、ケチャップがついてなかった。待って待って、ってことはさ、うん、私がつけ忘れたんじゃないの。なんで強気なんだよ。つけ忘れたの認めたんだったら、そうね、俺に何か一言ねえのか。素材なんて楽しみなよ。ふざけんなお前。おかしいだろお前、さっきから俺はな、ケチャップつけなきゃなフランクフルト食えねえんだよ。え、キモッ。え、キモッ。何おかしい。おい、自分でじゃケチャップ買えないじゃんか。お前が店員なんだからお前がつけるべきだろ。ちょっと待って、わがままはやめてよ。あと自分のことはね、自分でしたよ。は、え、あんたもしかしてさ、実家暮らし。関係ねえだろ。何なんださっきから。ちょ、お前さっきから態度おかしいぞ。はい、俺客だぞお前。私は店員だよ。自己紹介してねえよ。お前な、客はな、お客様は神様ってことは知ってんのか。あ、聞いたことあるね。おう、だから俺はな、神様なんだよ。あんた実家暮らしのおっさんでしょ。自覚をしたよ。お前待って、もういい、なんかよこせ。なんかよこせ。おこんな不快な思いを俺させたんだから、なんかよこせよ。こっちのセリフだわ。あんたが仕事邪魔してんだから、なんかよこしたよ。なんで俺があげなきゃいけないんだよ。お、あ、お前にあげるもんなんかねえよ別に。あんたなんてさ、でもさ、名誉も金も地位も才能も何もないから、何もよこせるもんなんかないか。なんで、こんな畳かけられなきゃいけないんだよ。お前がよこすの俺に、そういう決まりだろ、こういうとこ。何が欲しいのよ。なんでお前がヒステリックなんだよ。もう何が余裕って、それだけ。もう何が欲しいから言ってちゃうもん。お前みたいな日本人まず見たことないわお前。もうフランクフルトだろとりあえず、俺によこせもう一本。買ったでしょさっき。あんた買ったけど、頭おかしいよ。違う、熱々をよこせよ。え、熱々が欲しいんだよ俺は。何しよう、もう冷たいの家帰ってレンチンして温めて食べなよ。レンチンしたのと買いたてじゃ全然味が違うだろ。ちょっと待って待って、ごめん、顔面から判断させてもらうけど、味の違い分からんだろ。おい、ふざけやがって。人として終わってるわ、まずお前。待って、あんたさ、ちょっと待って。あんたなんかさ、どうせさ、なんかさ、ソースとかさ、ケチャップとかさ、そういうなんかもう味濃いのしかどうせわかんないんだからさ、今度からさ、あのフランクフルトじゃなくてさ、初めからケチャップ食いな。ケチャップはさ、もういいよ、もういい、もういい。売ってるよ。売ってますけども、取り取られておりますけども。どこで敬語使ってんだ、お前。もうお前のことも本部に電話してやるから、バカだれが、お前。ナム。あ、もしもし、本部。ちょっとやばい件がありますけど、おい、ごめん、ごめん、パス。パスってなんだお前。お返せよ。もしもしもし、本部ですか。お返せよ。あのさ、最近さ、おい返せよ。肉まんちっちゃくなってない。お前のクレーマーじゃない。行かれてんのかお前。あのさ、大きい方がさ、いいと思うよ。小学生みたいな言い方な。もうやめろやめろ。何？全然クレーマー対応できてなかった。そうなの？あ、いやでもちょっとさ、お腹空いてきたからさ、後で肉まん持って。いかにしろ。どうもありがとうございました。